おはようございます。おはようございます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。一応記事さん報告が ありまして、はい、あのこの焼肉装置、はい、ちょっと稼働させておきましたよ。見てみてください。ありがとうございます。ちょっとあの中身を確認改めさせていただきます。はい、すごいですね。だいぶ増えてますね。ありがとうございます。これだけあればね。こんだけあればだいぶいろいろできそうですね。そうですね。夢が広がります。夢が広がりますね。いいですね。あ、木の方もしっかり職人ジョンも動いてますね。はい、そうです。稼働してますよ。ありがとうございます。これだけドン溜まっております。素晴らしい。まあ、前回ね、あの家を改築しようっていうことでね。そうですね。この職人場を作りました。牛の部屋よりも大きくしようということで。そうね。そうですね。この2階建てぐらいにしていきたいなという思いですね。はい。はいはい、じゃあ早速、はい、お家の改築に取り掛かりましょうか。お願いします。お願いします。はい。で、建築士の知事さん。はい。どういうプランでいきますか？どうしましょうか。2階建てでちょっと大きくしたいので。はい、はい。大きさですか、これは。それはそうです、大きさですね。はい、こう、このぐらいの大きさで、ちょっとあの2階。いいですね。作る感じで。割と大きくなりますね。そうですね、1階をこれどうしようかというところもありますけど、とりあえずこれの2階建てということで作っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ木材でいっていいですかね。原木の方がいいですか。それあの木地さんのちょっとあの、はい、材料も少ないので、はい、ちょっと木材で、とりあえず木材でしょうね。ちょっとあの以前と色が若干違うんですけど、これ増築部分ということではい、ご愛嬌ということで、はい、この内側部分壊していいですか。あ、いいっすよ、大丈夫っすよ、はい、木の階段って作れましたっけ。木の階段作れると思います。あれ、あ、作れますね、大丈夫です、はい、ありがとうございます。そうですね、ここ玄関にしたいですね。ちょっと玄関もいりますよね。そうですね。確かに今まで玄関なかったですね。玄関ドア、ドアか。ここ玄関にする感じですかね。はい。ドア作ってきていいですか。あ、お願いします。お、素晴らしい。いずれあのカーペットも敷きたいですね。確かにそうですね。絨毯。絨毯を。地面土ですからね、今。すみません、勝手に枠組みを。あ、どうぞどうぞ。大丈夫ですか、これで。大丈夫ですよ。なんか割とここまでは、はい。豆腐感がありますけど。大丈夫ですかね。楽しみですね。そうですね。なんかここだけ色がち影かと思いました最初。なんか松の色いいですね。そうですね、いい感じです。いつは寝ますか。そうですね、寝ましょうか。改築中の家でおやすみです。おはようございます。おはようございます。引き続きやります。続き窓とかつけますか。あ、もう一回ちょっと実はつけ始めてる。早い、仕事が早い。せっかくなんでね、ちょっと天窓もつけていきたいなと。いいですね。何ですか、床も木にしときましょうか。そうですね、とりあえず確かに床を、はい、
いずれエレベーターとかも作りたいですね。そうですね。おお、これはお風呂かな。というわけでもない。というわけでも。まあ、露天風呂をイメージしてね。おお。この辺全部切り木にしますか。あ、そうですね。ちょくちょく窓は設置し、はい、気分で設置しつつ。お風呂覗けたらあかんな。もったいないけど。確かに。家の中から悪意味ですね。ああ。ちにさん。はい。ここすごいです、ここ。ここ。あ、水水漏れが。大丈夫ですか。セコ水。雨漏りが。水漏れが。どうしようか。旧建築士の刑事さんが腕の見せ所ですね。対応のしようがない。まさかの。いや。お。いや。そんなことはないはず。これで出来上がりですかね。完成でいいですか。完成ですかね。金さんの納得いく納得いく素晴らしいできました。新居できました。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ちょっと中を金さんのご案内ご案内させていただきます。それではお願いします。早速家の中に。はい、まず外外見からいきましょうか。そうですね。どうですか、このあのお牛たちの家のよりもちょっとあの大きくサイズを作ってみました。はい、外見こんな感じです。いいですね。ですね。おお、大きい。こういう形でなってます。結構大きな感じになってます ね、 ね。はい、さあ、なんだ、詳細はまた入ってから説明しようか。それでは早速家の中に、はい、行きたいと思います。お願いします。家を入るとまずそこに出るのが、はい、階段。すぐ階段があります。すぐ階段がありますね。アメリカっぽい、あの、はい、ホームアローンの家をちょっとイメージしましたね、これ。なんか降ってきますか。大丈夫ですか。トリックはないですね。トリックはないです。はい、はい、まず1階、ここベッドルームに早速なります。この鳩さん作素晴らしい絵がありますね。どこかね、良さそうな、はい、目に目が合います。この窓の隣にはペットが控えていると。羊が見えます。羊が見えます。はい、では早速2階の方に登っていきましょう。はい、2階もはい、このような感じで今は何も置いてないですけど、いずれ設置したいと思います ね、 すね。窓をいっぱいあって、窓をいっぱい、明かりを取り入れる、ここの天窓もちょっと設けてます。ちなみにここもあの、はい、て1階まで光を入れ割っちゃいましたけど、おこだわりの入れるように。なるほど、そういう意味だったんですね。すごい、うんうんうん、明かりを取り入れられます。いいですね。この皆さん気になってるかと思うんですが、ここなんとお風呂があります。おザブーン、ザブーンと。いいですね。露天風呂付きです。露天風呂付きです、はい、ちなみにこのお風呂は水だと思いかもしれないですけど、はい、下にしっかりとあのかまどを設けてね、はい、おー、温かいですね。温かいお湯が出せるという、そういう仕組みになって。あれですよね、あの露天風呂しかないんですね。露天風呂しかないです。雨降ったら寒いですけど。いや、素晴らしい。
いずれね、ここにあの、はい、ちょっと綺麗な、何か絵でもここに飾りたいところですね。そうですね。富士山の絵でもあれば。いいですね。まあ、今は何もないですけど、今後物を置きながら。いやー、でっかいですね。でっかいですね、この家。素晴らしい。二人で住むにはもったいない。もったいないですね。おっしゃ、ちょっと喜んでますね。喜んでますね。大きいのが。はい。ということで。ということで、今回は。はい。これにてということで。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you.